今日はですね、衣替えをね、やっていこうと思うんですけども、そのついでに断捨離もやっていきたいなと思っています。もう1年ぐらい断捨離してないので、かなりね、いらないものが溜まってきて気分が悪いので、どんどん捨てていきたいと思います。今妻があっちの部屋にいるんですけども、ちょっと妻にも協力してもらってね、妻のいらないものもあると思うので、そこは協力してやっていきたいと思います。ちょっとね、今から断捨離するから、うん、捨てていこう。服？うん、いっぱいあるでしょ、捨てるやつ。いっぱいはないよ。いっぱいあるよ、見た限りそうかな。全部一回出して、いるものといらないものをね、一個一個区別していけたらなと思います。一旦ね、全部出すのがいいんですよ、こういうのは。夏物と冬物が一緒に置いてあると服選びの時に時間かかるんで、なるべく冬物は視界に入らないようにしたいところですね。まずね、この辺は奥のクローゼットに持っていく冬物ですね。まあ、この辺は捨てるものないかな、とりあえず。これいらないですね、ユニクロ U のパーカー。これはもう着てないので捨てます。この辺のスウェットも夏は着ないんで、奥に収納したいと思います。このスウェットももう使ってないんで捨てたいと思います。これも1年着なかったんで手放そうかなと思います。こういうね、ユニクロ U のコートももう3年前、4年前ぐらいのものなんですけども、まあ着れるっちゃ着れるんですけど、まあなんか丈も短いし、ちょっと今っぽくないな。袖も短いしね、サイズ感がなんか昔はかなりちっちゃめで着てたんで、今着ると厳しいですね。 M ですもん、だってこれ。ちょっとこれも手放したいと思います。とね、このユニクロのコートも今年新しいこういう感じのステンカラーコートを買ったんで、同じ用途のものは2ついらないかなと思うので、これも手放したいと思います。
このバッグもこれもいらないですね。こういうのはいつか使うかもって思ってると絶対使わないんで、大胆に捨てていった方がいいですね。はい、捨てます。みーちゃんがね、なぜかこんなところでくつろいでます。気に入ったの？気に入ったの？ここ、使ってない冬物をもうね、ここにどんどん詰め込んでって奥に収納しておきたいと思います。みーちゃん入るの？はい、みーちゃんいいよ、いいよ、みーちゃん。はい、という感じで完全に夏物だけになりました。かなりすっきりしましたね。このぐらいやっぱり余裕があった方が服を選ぶときも楽ですし、散らかりにくくなると思います。で、今回妻と僕の洋服で手放すことになった服がこんな感じですね。結構あるんじゃないこれ、うん、結構捨てたね。頑張ったね。これはだいぶすっきりしたな、ね、よし、これをじゃあゴミ袋に詰めていきましょうか。あーみーちゃんが嫌がってるよ。メルカリに出す時間がもったいないからさ。そうなんだよな。しかも結局さ、売れても数百円だよ、そんなの利益、うん、よし、素晴らしい。いや、すっきり。
There's a place where skies are blue, where every hope and every dream comes true. And someday, oh, I'll be there too. Good things come to those who wait, and I don't mean to sound cliche, but I'll keep waiting as long as I need for some good to come my way. There's a place where skies are blue, where every hope and every dream comes true. And someday, oh, I'll be there too. And good things come to those who wait, while I'd like for it to be today. I'll keep waiting as long as it takes for some good to come my way. Thank you.